はい、では収録開始して,していきます。はい、またカウントしますね。よろしくお願いします。はい、はい、お願いします。 五四三二一。4 3 2 1え、皆さん、こんにちは。え、高坊のキックオフ第三十三回目始めてまいります。えー、予定としては、今日までが収録の第二回目。で、実際の放送日が、え、二月の十日の土曜日となっております。えー、二月の三日の、まあ、来月の第一週目はもう収録し終えまして。 まあ順調にいけば3日に聞けますし、で今日の収録が2月の10日の土曜日ということになっております。さあ、FM ・ギノアンさんもどのようなリニューアルとなるのか、非常に楽しみで、わくわくしながら1か月余りを待ってみたいなと思っております。えー、今日の収録はですね、えー、FM ・ギノアンさんのツイキャスではなくて、私個人のツイキャスで、えー、合わせて、 やっておりますので、よろしければ私の個人アカウントから、えー、ご参加いただけると幸いです、えー。本番当日ですね、10日の土曜日には、えー、YouTube、そして、えー、電波の方、そして、まあ、リスンラジオとマイチューナーラジオ、どちらかのアプリでもお聞きいただけますので、えー、ご参考にしていただければと考えております。でですね、前回の復習といいましょうか、振り返りをしてまいりますので、 画像を見ていただきますが、えー、前回はですねまず審判員のトレーニングとまあ題しまして、試合前日までの動き、まあ、例えば日曜日が試合日とした場合に、まあ、月曜から まあ土曜日まで、まあ、どう過ごすかということなんですけれども、まれ、あ、にです、ね、あの突然、割り当て担当者から、ちょっと水曜日、夜19時から試合なんだけれども、できないかいっていう突発的な、まあ、依頼もありまして、まあ、予定がまあ空いていれば、できますよというふうな、まあ、メールの返事をしたりするんですけれども。 まあそういった中で、基本的にまあ大体日曜日や祝日、週末ですよね土曜日という場合もあるんですけれども、大体土日ですね、その中の試合を、んなんていうでしょう、目指してトレーニングしていくということなんですけれども、よくまあ個人的なメニューで作っていくとしたら、ジョギングから、あ,あとインターバル走とかですね、あとまあダッシュ。 それと、サイドステップを入れたりとか、まあ、バックステップ、まあ、あの一般の行道のそばのまあ歩道とかですね、ちょっとしたスペースでやりますので、あんまりこう無茶すると非常に危険ですから、まあ、安全第一でトレーニングはやるんですけれども、まあ、あと、まあ、あの専用のまあジムとかですね、そういったところに行ける方は、中での機械を使ったり、そういったところでまあ安全に筋力トレーニングも。 できたりもしますけれども、まあ、大抵はまああの道路とかまあ歩道ですね、そういったところを用いてやったりもします。それでですね、まあ、2番目が試合当日の流れということなんですけれども、ちょっとまあ前の日を若干含めてお話をしてまいります。で最後にまあ次回の予告ということで、えーと、34回目からはおそらくまあ、 通常通り、週末はまあスタジオが使えるようなので、予定であればおそらくライブで行けるのかなと、ま,あ、また近々、具体的になりましたらまたご案内してまいります。それでですね、えー、次回、えー、この試合当日の流れなんですけれども、当然、試合会場に向かうわけですから、まあ、前日までにすべきことっていうのがあります。それがですね、まずまあ衣類。 これはです、ねまあ、試合会場へ向かう、まあ、方法と言いま、ねとまあ、と言いましょうか、そして清掃といいましょうか、スーツで行く場合があります。でえー、私たちのような2級とかです、ね、1級の審判員は、まあ、いわゆるその上級審判員という位置づけですので、一応服装も、まあ、割とちゃんとした服装で会場まで向かうというのが。 まあ約束事というかですね、ルールと言いましょうか、まあ、教会の方から言われておりますので、基本的にはスーツで向かうんですけれども、ただ会場がですね、あの河川敷とか、まあ、ちゃんとしたスタジアムでない会場もあるわけですので、そうしますと、やっぱスーツとかで向かうと、まあ、汚れちゃいますんで、そういった場合は、まあ、プレゼンテーションスーツ、まあ、ジャージーですね、それで。 コロナ禍ですと、わりかしこう、なんていうんですね、緩和されまして、えー、まあ短パンでなければ、まあ、ジャージー姿でもいいとかですね、ポロシャツでもいいというような形で、多少まあ緩く言われてましたので、まあ、それもまだ今のところ、そんなに厳しくまだ戻されているわけではないので、まあ、普通にジャージー姿でも OK かなと。 という形なんですけれども、まあ、そういった衣類と、あとまた試合で使う、当然レフェリーウェアですね、これも揃えなければなりません。で、用具についてなんですが、まあ、これも審判の7つ道具、まあ、小道具なんですけれども、これもちゃんと用意してないと、会場で慌てても万じ急須ですので、例えば笛とかですね、記録用紙、筆記具、トスコイン。 イエローカード、レッドカード。あと、まあ、あの空気入れとかですね。えーまあ、空気入れ用の針の返しとか、まあ、いろいろ、まあ、ビニール紐とか、もありとあらゆるものをですね、一応用意して持っていくんですけれども、そういったものの、まあ、点検、これはもう絶対に必要です。で、また、靴の準備ということで、 まあ、靴と書いてましたけども、まあ、これも競技規則の用語の中で書かれている表現ですので、一応靴にしましたけれども、わ、まあ、かりやすく言うとスパイク、それトレーニングシューズですけれども、私の場合も大抵、えー、ちゃんとしたそういう大会とか会場でなければ、トレーニングシューズで向かいます。で、えーまあ、袋に詰めるのが大体まあスパイクです。それで、まあ、当日、その会場で、 スパイクにするかトレーニングシューズにするのか、まあ、そこの会場の、なんていうんですか、大体がまあ人工芝なんですけれども、お使い古された、ちょっとまあ痛みのある人工芝ですと、ちょっとまあ薄い感じになりますので、スパイクだとちょっと足に負担がかかるかなってときには、まあ、履いてきたトレーニングシューズで、えー、試合をすると、審判をするということもあります。 でまた、こう、わりかし新しめの人工芝ですと、ちょっとふわふわとしてますので、えー、まあスパイクをあえても足への負担はそんなにないのかなといった形で、その会場の条件によって、トレシューにするのか、スパイクにするのかを決めています。で、まあ、担当する、まあ、職務が例えば、副診の場合ですと、 まあご存知でしょうけれどもあの、左右に動くケースが非常に多いです。で、えー、急なブレーキをかけることもあれば、まあ、急なダッシュもあります。まあ、よりそのダッシュ、ブレーキっていうこの繰り返しが腹診には非常に多い、まあ、役職というなんか立場ですので、ちょっともう負担が非常に強いんですよ、ね。もう普段動かない。 動きをしますので、ですので、ストレッシュを吐くと、ちょっとこう、ブレーキかけた時に、ちょっとまあ、スリップというんでしょうかね、ちょっとこう、踏ん張りが効かないのかなっていう、個人的なまあ、印象を持つので、腹心の時はできるだけまあ、スパイクで望むようにはしています。まあ、さっきも言ったように、あの、古い人工芝ですと、ちょっともう、薄い絨毯のような、 感じになるので、ちょっと負担も考えて、トレシューの場合もあるんですけれども、まあ、ほぼスパイクを入っています。で、えー、次にこの2番、括弧2ですが、えー、ルールの確認、競、ま、技、あ、規則の確認ということで、試合の前の日になりますとですね、自分にとっての苦手な判定場面、ルールの適用場面っていうのがあります。例えば PK の場合ですと、いろんな条件によって再開方法が変わります。で、また、イエローカードを出すべき場合なのかどうかっていうのもありますので、そこをこう頭の中で整理するっていう意味も含めて、苦手な場面のルールをちょっとまあ再確認をするといったことも必要になってきます。 当日になってあれなんだっけなってなってしまうと、そこでまた教育規則の本を開き直すのもまた、ちょっと精神的にこう余裕がなくなって厳しくなりますので、前の日でこう多少こうクリアにしていくと、まあ、安心感を得ておくっていうのが、まあ、当日にとって大事かなということですので、えーまああのー、審判資格を取られて、まあ、まだ間もないとかですね、 ちょっと不安を覚えるかなって方は、例えば教育規則の,あの冊子に、えー、ポストイットとかですね、あの、箋を貼って、自分のちょっとこう苦手なところに印を入れて、ま、前の日にすぐこう開けるような、そういったまあ準備をしておくのもいいかなと思っております。で、やはり当日、さらにまた大事なあまあこととして、3番目に、 書きまましたけども会会場および大会要項のの確認というのがありますで、まあ、前にもお話ししたんですけれども、都学連と言いました東京都サ大学サッカーリーグの試合の場合ですね、大学、まあ、皆さんご存知かどうか、沖縄県内ではまあほぼ問題はないんですけれども、まあ、どんなに行ってもまあ2時間で行けるでしょうから、いいんですけれども、東京、首都圏になりますと、大学によっては東京都内にキャンパスがある。 で、すでなかなかその、まあ、文句になるかもしれないですけども、うちのまあ所属する教会っていうのは、あんまりその会場に関して、親切に教えてくれないです。で、あの例えば、まる大学で、まあ、キャンパス名まで入っていればいいんですけども、ない場合っていうのは、非常にこう自分で ネットで調べて、大体この会場かなとかっていう当たりをつけるんですけども、まあ、あとはもう担当者の方が確認の電話をしてくれることが多いので、会場の確認を必ずすり合わせます。例えばですね、まあ、応用大学でしたら、板橋にもあれば、えー、群馬県にもあるとか、そういった場合、群馬県でもし試合で自分が間違って東京で。 のキャンパスに来ちゃったらもう完全にアウトですので、必ずこれはもう大学の試合の場合は確認は絶対にしないといけません。本当に怖いことがあって、私も以前あの某帝京大学のグラウンドに行ったんですけども、誰もグラウンドにいないんですね。で、おかしいなとか思っていろいろ調べたら、ちょっと近くにある別なキャンパスのグラウンドだったと。で、もう急いで。 え電話をして、一応、ここにこういう状況にもいて、まあ、タクシーで向かいますからってことで、何分後には着きますよってことを伝えて、でもまあ、日曜だったので、タクシーそんなに来ないのですが、まあ、必死になって探して、まあ、タクシーに乗って、なんとか30分ぐらい前に到着できたということもあったので、非常にもう、焦りました、その時はもう、どうしたもんかなと。なので、会場は絶対にこう、 前の日また、大会要項なんですけれども、これはその各参加チームは、まあ、代表者会議とかでその要項をもらって帰れるんですけれども、私たち審判員というのはその、個別の,その大会ごとに呼ばれていきます。で例えば、なんとかリーグだけの専属ではなくて、いろんな。 U18 なり14、15、まあ、17、えー、中学、社会人、さまざまありますので、そのすべてにおいて、教会も教えてはくれません、正直なところ。なので、自分でネットでいろいろ検索したりするんですけれども、なかなか詳しくは載ってないんですね。なので、まあ、これも事前の電話確認のときに、最低限のことは聞いておくとか、 あと、当日会場に行って、えー、ミーティングのときに確認をしておくといったことしかできません。でので非常につらい部分もありますが、最低限できることは前の日に必ずやっておきましょう。で、当日を迎えますが、当日に関して、えー、大体ですね、都道府県が主管する大会に関しては、 まあ、自分の場合ですけれども、大体キックオフの1時間から1時間半前に集合、まあ、現地に到着するようにしています。まあ、会場によっては、そのグラウンドまでの距離があるところとかですね、いろいろと、まあ、簡単には行けない場合もありますので、多少余裕を持っていきます。まあ、1時間から2時間前ですね。で、この全国規模の大会になりますと、まあ、いろんなこうマスコミとか、まあ、 放送とかいろんな課題もありまして、あとミーティングに関してもこう、いろんな、まあ、お偉いさんですね、えー、とか、まあ、来るわけです。で、そうなりますと、遅刻してしまうと非常にこう印象が悪いので、だいたい3時間ぐらい前に会場には到着するようにしてます。で、会場に到着しましたら、必ず、まあ、あの会場のその試合の、まあ、担当者ですね。 にあってて自分が到着しているってことこを知らせますで、あとまたその当日の試合を担当するメンバーである審判団、他の審判の方とのまた対面も当然します。で、えー、まあ大会によっては MCM ということでマッチコーディネートミーティングっていうんですけれども、要はその両チームのユニフォームの色とかですね、あと大会のさっき言った要項 交代要員が何名で、交代できるのは何名。で、どういった細かい、えー、特殊な大会によるその規定があった場合には、その規定の確認。例えば夏場でしたら、うん今日は WBGT の値が何度だから、じゃあ飲水にしましょう。じクーリングブレークを取り入れましょうといったような形でですね、いろいろ決めていきます。で、えー、それが終わりましたら、今度はフィールドの点検に入ります。 まあよくあの J リーグとか、まあ、多少早い時間に皆さんが、まあ、スタジアムへ行きますと、まあ、選手が練習してたりしますけれども、その前に、えー、J リーグとかでしたら4名の審判員と、あと、えー、そうですね、マッチコミッショナー、大会運営本部とかですね、関係者がこうグラウンドを、まあ、フィールドを回って点検していきます。例えばゴールネットで緩みがないかとか、 まあ、破損がないか、コーナーフラッグがちゃんと設営されているのか、で、差し込んだ杭が正しい位置にあるのかとかですね、いろいろとフィールドの状況を確認していきます。で、これをやっていきます。で、それが終わりますと、やっと審判団のウォームアップに入っていきまして、まあ、室内練習場があるところはそこでやる方もいますし、まあ、選手と同じフィールドでやる方もいますし、それで体を温めて、 でえーまあ、大きな大会になりますと、タイムスケジュール、タイムテーブルがもう細かく厳密にこう書かれてますので、それにのっとっていかないとあの、テレビ放映があった場合は非常にまずいことになりますので、1分刻みにきっちりとこう言われます。ので、それにのっとってやっていかなければならないと。で、えーまあ、大体7分くらい前にメンバーチェックをして、それで入場していくというような形になりまして、でキックオフ。 試合開始をして、まあ、規定の時間になりましたタイムアップで、えー、試合が終わりましたら、まあ、我々のレベルの試合でしたら、その場の本部で、今日の得点、得点者とか、あと、まあ、カードが出た場合のお背番号、で、カードの理由、時間、そういったのを確認し合います。で、えー、まあ、公式な割り当てを受けた場合はですね、えー、まあ、 反省会というものがあります。それは、あの、インストラクターと言い,いまして、まあ、審判をか評価する人、まあ、別名、アセッサーとも言うんですけれども、その方との反省会があります。で、この反省会がたいまあ、そうですね、まあ、20分くらいが一番ベストなんですけれども、そのアセッサーによっては、こう、細かく、 ねちねち言ってくる方もいまして、40分になったり、50分になったりと、非常にこう、長い時きあります。これが真冬の雨降りの後の試合になりましたら、本当にもう、まあ言ってはいけないですけども、このアセッサー、どうにかしてやろうかと思うぐらいの感じにもなってきますので、シンプルに短めにやっていただければ、審判員としても嬉しいというか、助かる部分もありますけれども。うん いろいろ問題が起こってしまうと、まあ、長々となってしまうのかなという形なんですね。で、たい基本的に反省会と言いましても、もう、主審がまあメインになります。副審とか、まあ、大王の心配というのはまあ、取ってつけた感じで、よっぽどのことがない限りは、まあまあ、今日はよく頑張りましたねって形で、そんなに深く突っ込むことはないんですけれども、やはりあの反省会の主役はまあ、主審、その試合を。 砂く主審ですので、えー、主審に関してはもう何分にこういった事象で、この何番と何番がこうなったけれども、どうだったのかなっていう風うな形の、まあ、反省会をしていきます。で、振り返りという形ですね。そういった形で、えー、評価をされてで、そのアセッサーが、まあ、自宅とかでこういろいろパソコンで打ち込むわけですね。それで えー、スタミナが十分だったか、ポジショニングがどうだったか、えー、審判団とのコーポレーションはどうだったかとか、いろいろそういった評価項目をお一つ一つこう点数化していって、まあ、100点満点なんですけれども、昔ですと,80、えーと、10点満点の8.0以上が、まあ、その試合は。 えー、その試合を担当してふさわしかったという合格点があります。で、最近、確か8.1以上が合格点だったかな。なんかちょっと評価が変わってきたので、8.0ではなくて8.1か8.2だったような、えーえー、記憶があります。で、それ下回ったからといって、も割り当てが来ないかというとそうではないんですけれども、 ちょっとその人はこの試合には、えー、担当するにはまだふさわしくないなと、能力的にまだ、うん、まだかなと。ということで、またちょっともう、ランクの下がったようなカテゴリーを、まあ、してもらって、そこでまた、研、ま、鑽、あ、を積んでもらうっていうような形になるかというふうに考えております。で、一応ですね、えー、次回なんですけれども、えー 審判員の動き方について、まあ、ちょっともう深掘りと言いましょうかですね、えー。昨年7月から始まったこの番組ですけれども、ちょっとまあ、えー、よりちょっと深めに、まあ、審判員のためのっていうのを今年の、えーまあ、番組の方向性ですね、えー、としていきたいと考えておりますので、一応こう審判員のための動き方、ポジショニングについて、 お話ししていこうかと思っております。で、一応、このですね、えー、番組ではですね、メールを募集してもおります。えー、メールアドレスはですね、7 9 7 f m g u i n o ットコ c o m ということです。でまあ、えー、生放送のときですと、公式のツイキャスでいろいろご参加いただけますけれども、もし何かこう、 疑問があるなとか、これ聞いてみたいんだけどっていうのがありましたら遠慮なくお寄せください。まあ私の答えられる範囲で、えー、お答えしてまいります。それでですね、一応この今日の内容に関しては以上で終了なんですけれども、やはりこう、精神的な部分、日頃の例えばまあ 若い方でしたら、大学生でしたら、大学での生活。で、私たちのような社会人でしたら、会社とかでのこう日々の仕事、業務に関して、余計なこうストレスを抱えて、それをこう視野に持ち込むのが非常にこうメンタル的によくない。ちょっとこう、仕事のことがよぎりながら、判定をしていくと思わぬ。 ミスをしてしまうことがありますので、しっかりとこう、前の日までには、頭の中をすっきりとして、そして当日にまあ臨んでいくというようにしていただいた方が、よりいいですねあの、クリアな状態で、まっさらな状態で臨む方が、精神的にも余裕が出ますし、えーまあ、間違った判定ではないですけれども、こう 自信のない判定につながらないことで、まあ、各両チームからの信頼も得られるでしょうから、しっかりとそこはやっていきたいなというふうに考えております。で、以上でですね、えー、今日の第33回目は、えー、終了となります。ではまた次回お会いいたしますありがとうございます。